歴史や領土など、国の基本に関わる問題を、生徒に教える際には、公正な教科書を用いることが、重要である。この観点から、中学校で来春から使う教科書の、検定結果は、妥当な内容だ。今回の検定が注目されたのは、社会科教科書に新たな検定基準が、適用されたためだ。近現代史の出来事で、通説的な見解が存在しない場合には、その旨を明示する。政府の統一的な見解があれば、それに基づいて記述する。文部科学省は明基準で、こうした点を教科書会社に、求めた。バランスの取れた歴史認識を、育むために、必要な措置である。明基準を踏まえ、現行の教科書で認められている記述にも、検定意見がつき、修正された。一部の教科書の戦後処理に、関する記述で、国家間の賠償などの問題は、すでに解決済み、とする政府の、公式の立場が書き加えられた。東京裁判の批判的に、取り上げた別の教科書では、日本政府の米国による占領の、終了時に、判決を受け入れることを、表明、したと指摘された。いずれも、史実に即した修正と、言えよう。現行の中学教科書で、慰安婦に言及しているものはない。今回、一社の教科書が、1993年の、河野官房長官談話の、要約を掲載した、軍の関与の下、女性の尊厳を傷つけたとして、おたらびと反省の気持ちを、表明した談話だ。検定は、2007年に閣議決定された政府見解も、踏まえるよう求めた。教科書には、軍や官権によるいわゆる強制連行を、直接示すような資料は発見されていない、との、政府見解が指摘された。慰安婦問題の本質は、軍や官権による強制連行の、有無にある、適切な検定である。文科省は昨年、教師が授業を行う際の、指針となる学習指導要領の、解説書の改訂し、竹島、尖閣諸島が日本の領土であることをきちんと、教えるよう求めた。竹島は、韓国が不法占拠している。尖閣諸島については、日本が有効に支配し、日中間に解決すべき領有権の、問題は存在しない。全教科書が今回、北方領土に加え、竹島、尖閣諸島を取り上げ、日本固有の領土、などと、明記したのは、大きな前進だ。検定結果に対し、韓国政府は、来局された歴史にと、それに基づく領土にを注入している、との、声明を発表した。教育は内政問題だ。史実に基づく日本政府の、立場を教科書に反映させるのは、当然である。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。